長谷川富三郎は日本の版画家、郷は無弟、宗方志向と共に民芸運動を支えた版画家である。1910年に兵庫県姫路市に生まれる。1929年に鳥取県市版学校を卒業し、倉吉市の明林小学校に勤務する傍ら、1934年に倉吉の文化団体、砂丘者同人になり、 油絵を描くようになる。その頃に、吉田明成と出会い民芸運動に参加する。そして、同運動に関わっていた、龍宗義河合勘次郎らに支持するようになり、1940年より、宗方志向との交友が始まる。戦後、その宗方の勧めで版画を始める。1954年には、龍宗義浜田正治、 バーナード・リーチを名輪小学校に招いて講演会を開催した。1966年に教職を退き、無与党との号を使い始める。全国的に活動しながらも、修正倉吉を本拠にし、鳥取県の芸術の振興に寄与した。2004年8月19日、敗血症のため死去。作品は、墨式から裏彩式、多色すりまで多種多様であるが、 いずれも明快かつ力強い表現で、河合勘次郎と宗方志向の影響を見て取れる。三笹葉洋林美術館の長谷川富三郎展示室、うつぶき同時レリーフ1990年代前半に、長谷川作品を美術館で常設展示しようという動きが、地元倉吉市民の間であった。5年間かけて約450点を収集したが、 地元の倉吉博物館ではスペースが足りず、隣の三笹町の三笹美術館に寄付された。当初は常設展示コーナーが設けられていたが、2013年7月に三笹町が同美術館の運営を民間委託し、名称も三笹バイオリン美術館に変更されたため、コレクションは公開されなくなり、2017年11月現在、収蔵庫に眠っている。 長谷川富三郎。自分の中の同い年。白樹社。長谷川富三郎遺作集観光委員会。無定。長谷川富三郎遺作集。新日本海新聞社。長谷川富三郎死死去。版画家四国新聞社大胆。明海無弟版が再び2017年11月24日付読売新聞と取り版。ありがとうございます。